前の動画では、母平均の区間推定を学習しました。ここでは、母分散の区間推定を学習しましょう。まず、母平均は、正規分布に従うとします。平均μ、分散は σ の2乗の nμσ2 乗です。分散を点推定するのであれば、推定値は、ここで平均μは未知とします。そうすると、分散の推定値は、xi から標本平均を引いたものの2乗は、これを n で割ったもの。あるいは、n 分の1の代わりに n-1 分の1としたもの。この2つが点推定になります。左側は標本の分散、つまり標本全体が母集団である時の分散です。よく使われるのは右側の普遍推定です。しかし左側の n 分の1にしたものも普遍推定量にはなっていませんが、最優推定値になっています。こちらを使う場合もあります。それでは、区間推定はどのように行うのでしょうか。平均は未知とします。まず、平均の区間推定から類推してみると、このように、何かσ2 乗の推定値の従う分布があって、この両側を切って95% の区間。このように、平均の場合と同じように求めることができるのではないか、ということが、類推できると思います。しかしながら、これには少し誤りがあることに気づきます。というのも、分散は皮膚の値を取りますので、正規分布あるいは T 分布のように、裾野が両側に広がるような左右対称の分布にはなりません。まずはざっくりと説明したいと思います。例えば、信頼度を 95% と仮定します。信頼度 95% で分散を推定したい場合、どうなるかというと、区間の求め方は正規分布の場合とほとんど変わりません。しかし、分布の形が少し異なります。分散は皮膚の値を取りますので、この分布は、例えば例を出すとこのような形になります。左右が対称にならなくて、負の値を取らない、このようなものです。これは分布の一例です。分布関数の形が異なるだけで、それ以外の方法は正規分布のやり方とほとんど変わりません。信頼度を 95% にするのであれば、左側の 2.5% と右側の 2.5% を外して 95% の区間を作ります。左右非対称なので、両側の値を読み取る必要があります。それでは解説していきたいと思います。まず、正規母集団からの N 個の標本から得られる分散、このように計算されます。ここでは N で割るとしておきます。この値は、やはり標本平均と同様に確率変数とみなすことができます。同じ母集団から N 個、10個とか決めたものを何回も取り出すごとに、分散の値は異なります。標本の分散を確率変数と考えると、その分布は母集団の分布によって異なります。この今取った N 個のデータによって計算される分散が、母分散の一番小さめの値ばっかり取れたとき、逆に大きめの値ばっかり取れたとき、このギリギリのところ、95% の範囲のギリギリのところ、これが推定される区間です。データがたまたまばらけてしまって分散が大きめに出た場合、これは右側の端っこ、この部分より左側に 97.5% が入って、右側に 2.5% が入っているような、この分布です。逆にデータが近いものばかり取られて、あまりばらつきがなかった場合、これは分布の左端に来たことになっていて、この右側に 97.5% が入っている。これがギリギリのところです。この時の2つの母分散が母分散の推定値になります。正規分布の場合には平行移動するだけでしたが、分散の場合は形が、広がりがこう変わってくるということに注意してください。この考え方は少し難しいですが、
区間推定を行う手法自体は正規分布と同じで、標準化することで比較的簡単な手順で求めることができます。したがって手順だけ覚えて、ここの理屈は完全に理解できなくても構いません。しかし、余力のある人はなるべく理解するように努力してみてください。